1975から1976シーズンの NBA は NBA の30回目のシーズンである。ドラフトではデビッド・トンプソンがアトランタ・ホークスから全体1位指名を受けている。他、アルバン・アダムス、ライオネル・ホリンズ、ボブ・グロスらが指名を受けている。1969年に創設されたフェニックス・サンズはコニー・ホーキンス。 ディック・バン・アース・ゲールらがチームを率い総武2年目にはプレーオフに進出、翌年には48勝を記録するがサンズが在籍する当時のミッドウェストデビジョンはリーグ最激戦区であり、その煽りを食らったサンズは以後5シーズンにわたってプレーオフ進出を逃した。次第にチームは衰えていき、主要選手もチームを離れていった。そしてすっかり様変わりしたサンズは、 このシーズンから、ボストンセルティックスから移籍してきた25歳のポール、ウェストファル、前期からサンズに加わった27歳のカーチスペリー、新人で21歳のアルバン、アダムスの3人が、チームの主力を担うようになった。若い人容で、新シーズンを挑んだサンズは、勝率5割をわずかに上回る42勝を記録し、6シーズンぶりにプレーオフに進出。 このシーズンのウエスタンデビジョンは各チームの勝率が大きく落ち込んでいたため、この成績でも第3シードを手に入れることができた。カンファレンス準決勝でシアトルスーパーソニックスを破ったサンズは、カンファレンス決勝でゴールデンステートウォリアーズと対決。サンズは、レギュラーシーズンの勝率で大幅に上回るウォリアーズを第7戦の末に破り、ファイナルに初進出した。東からは、 ボストンセルティックスが順当に勝ち上がってきた。2年前の優勝チームであるセルティックスは、エースの座は、ジョン・ハブリチェックから、デーブ・コーエンス、ジョジョ・ホワイトラに移っていた。そして、シーズン前に、サンズとトレードを行い、ポール・ウェストファルト引き換えに、サンズのエースであったチャーリー・スコットを獲得。層の厚いセルティックスでは3番手選手となった、スコットに対し、 セルティックス時代は控え選手の一人に過ぎなかった。ウェストハルはエースとしてサンズを引き、フルスのセルティックスに挑むこととなった。勝率5割をわずかに1勝分だけ上回ったに、過ぎないサンズと、レギュラーシーズン54勝を挙げたセルティックスとでは、結果は明らかと言われた。そしてその下馬評通り、ボストンで行われたファイナル第一戦、第二戦はセルティックスが勝利した。 しかしフェニックスに移った第3戦は、ある晩、アダムスの33得点14リバウンドの活躍で、フェニックスが勝利した。この第3戦は、乱闘騒ぎが発生するなど荒れた試合となったが、その雰囲気は、第4戦にも持ち込まれ、序盤の10分だけで21個のファウルが飛び交った。険悪な雰囲気の中で進行した第4戦は、しかし試合そのものは最後まで勝負がもつれる。 好勝負となり、オーバータイムの末に109から107で、サンズが2連勝を飾った。セルティックスの圧勝どころか、互いに熱のこもった実力白中の戦いとなったファイナルは、ボストンに戦いの場を移した第5戦に突入した。しばしばファイナル史上最高の試合に挙げられる、第5戦の始まりは、セルティックスの圧勝を予感させるものだった。 最初の9分間だけで32から12の大差をつけたセルティックスは第1球だけで38得点を挙げた。しかし第2球で息を吹き返したサンズは前半を12点ビハインドで終えると後半にはセルティックスのオフェンスを34得点に封じ込めた。95から95の同点で迎えた第4、9終盤にはお互い決勝点になるフリースローを2本ずつ得たが、 両、チームとも日本とも外してしまい、試合は、オーバータイムへと突入した。しかし最初のオーバータイムでは、決着がつかず、試合は2回目のオーバータイムへ。このダブルオーバータイム最後の20秒は、第5戦のハイライトシーンであり、ファイナル史上最も長い20秒となった。109から108の、セルティックスリードで迎えた残り20秒。時間が刻々と過ぎる中、 サンズのオフェンスは、ディックバン・アースデールが逆転を狙って、ジャンプショットを打った。リムに引かれたボールは、激しいリバウンド争いの末に、コート外に飛び出したが、ウェストファルが、執念のダイビングで、コート内のアースデールにボールを渡し、そしてアースデールは、カーチス・ペリーにパスした。ペリーはシュートを放ったが、これも無情にもリムに引かれた。セルティックスのジョン・ハブリチェックは、 リバウンドを抑えようとしたが、掴むことができずボールをタップして、ゴール下から弾き出した。そのボールの行き先にいたのは、ハブリチェックのチームメイトではなく、サンズのカーチスペリーだった。ハブリチェックから思わぬパスを受け取ったペリーは、今度こそ15フィートのジャンプショットを決め、土壇場で、サンズが逆転を果たした。セルティックスがリバウンドにも立つ間に、時計の針は14秒進み、 残り時間はわずかに6秒。セルティックスは1点のリードから1点、1点を追う立場となってしまった。圧倒的優位に立ったサンズが3連勝を飾り、3勝2敗とシリーズを一歩リードするかに思えた。しかしサンズが逆転の余韻に浸るのも束の間だった。時計が進み始めた瞬間、コートを駆け抜けたのは8度の優勝経験を誇るハブリチェック。彼が放ったシュートが、 サンズのゴールに吸い込まれ、そして試合終了のブザーが鳴り、セルティックの逆転勝利が決まった。劇的なブザービー,ーターに、コートは押し寄せた、セルティックスファンで溢れ返った。パニックを避けるためセルティックスのメンバーはすぐに、ロッカールームに帰った。誰もがサンズのメンバーですら、第5戦は111から110のセルティックス勝利で、決着がついたと思っていた。 しかしこれに異議を唱えたのが、解説者席にいたゴールデンステートウォリアーズ所属のリック・バリーであった。彼の指摘を審判団は受け入れ、そしてコートを占拠するセルティックスファンを客席に戻し、選手たちをコートに呼び戻した。電光掲示板のカウントは残り1秒まで戻された。ハブリチェックのシュートは、ブザービーターではなく、サンズにはまだ1秒の時間が残されていたのである。 勝利の余韻を汚されたセルティックスファンは興奮のあまり審判団を激しく、罵り一部のファンはオフィシャル席のテーブルをひっくり返した。混乱していたのはセルティックファンだけではない。サンズのウェストファルは試合が再開する直前にすでに使い切っていたタイムアウトを要求してしまったのである。彼の行為はテクニカルファウルとなり、 セルティックスにフリースロー一本が与えられてしまった。ジョ、ジョホワイトは難なくフリースローを決め、点差は112から110の2点に広がった。しかしウェストファルのタイムアウト要求はフリースロー一本と引き換えに通ったため、これがサンズに思わぬ幸運をもたらした。すなわちサンズはミッドラインからスローインする権利を得たのである。タイムアウト中、 ベンチに集まるサンズのメンバーとそれを妨害しようとする、セルティックスファンの間で衝突が起こるなど、一触触発の雰囲気の中で試合は残り1秒から再開された。スローインはカーチスペリー。彼のインバウンドパスを受けたのはガーフィールドハード。ハードが振り向きざまに放ったジャンプショットは綺麗なアーチを描いて、セルティックスのゴールに沈み、今度こそブザービー,ーターとなった。 呆然となったファンで埋め尽くされたアリーナで、ファイナル第5戦は、ファイナル史上初のトリプルオーバータイムへと突入した。両、チームとも、主力選手の多くが、ファウルアウトになっていたため、勝敗は、ベンチメンバーに託された。こうなると、選手層の厚みで上回るセルティックスが有利となった。セルティックスは3度目の延長の序盤で6点のリードを、奪った。サンズは、ウェストファルが、 最後の抵抗を試みるが、レギュラーシーズンの平均出場時間が13.6分のグレン・マクドナルドはトリプルオーバータイムだけで6得点を挙げるなどの活躍でサンズの追撃を振り切り、128から126で63分に渡る激戦に終止符を打った。試合終了後のコートには疲労のあまり立ち上がれない選手もいた。2日後の 第6戦では87から80でセルティックスが勝利し、ファイナルは4勝2敗のセルティックス優勝で決した。セルティックスにとっては2年ぶり13回目の優勝である。ファイナル MVP にはシリーズ平均21.7得点。第5戦ではゲーム杯の33得点を記録した女、ジョ・ホワイトが選ばれた。1970年代に2度の優勝を飾り、 名門の健在ぶりを知らしめたセルティックスだが、選手の高齢化などで徐々に衰えていくため、1970年代のファイナル進出はこの年が最後となった。しかし、リーグ随一の人事手腕の持ち主である、レッドアワーバックの下ですぐに再建され、セルティックスは1980年代に3度目の黄金期を迎えることとなる。一方、 予想外の検討でファイナル史に名を刻んだサンズはその後中堅チームとして数シーズンを過ごすがファイナル進出には至らなかった。サンズが次にファイナル進出を果たすのは17年後の1993年である。その時のサンズをヘッドコーチとして率いるのがポール・ウェストファルであり。 ウェストファルはこのファイナルでもファイナル史上二度目となるトリプルオーバータイムを経験するのである。またこのシリーズを戦った選手のうち、ウェストファルをはじめ、パッド・ライリー、ドン・ネルソン、デーブ・コーエンス、ポール・サイラス、ガー・フィールド・ハード、リック・バワース・デール、ジョン・ウェッツェルら8人が将来ヘッドコーチに転向している。ありがとうございます。